皆さんおはようございます。 JR 京都駅に来ております。ちょうど真ん前にね、このコナンラッピングのスーパーハクトが来てます。スーパーハクト2号の吐息止めみたいですね。まあスーパーハクト、ダイヤ改正で大きく変化するんですよね。今は全部京都発着になってるんですが、一部を除いて全てが大阪発着に変わるので、京都でスーパーハクト見れるってことがね、結構レアになってくるんですよね。で、今回はあちらの10時9分発特急サンダーバード13号金沢駅になって、ちょっと敦賀の方へとね向かっていこうと思います。で、ここにね、水風の旗があるんで、水風来るんかなと思ったら、乗るサンダーバードに13分後に来るみたいですね。せっかくなんで自由にね、もらえるんでね、旗もらってきました。水風結構かっこいいよね、これ。で、今回使うキップこちらなんですよね。京都から敦賀サンダーバード13号のグリーン車指定席券、今回グリーン車に乗ることにします。京都から敦賀まで JR の e チケット列 JUS カード決済のやつで、ね、買うと普通車でもね、値段1090円なんですよね。で、これなんでグリーン車やのに1090円なのかっていうと、上見てみるとですね、アップグレードって500ポイントって書いてあるんですよね。ウェスターポイント、モバイルイコカとか、あと JUS カードで決済してたら結構たまるんですけど、そのウェスターポイントを活用して京都敦賀普通車の値段でね、グリーン車にアップグレードすることができるんですよね。なので今回はそのアップグレードを利用して今回敦賀まで移動します。まあ、敦賀までだと大阪、新大阪、高槻からだったら1000ポイントいるんですけど、京都からやったらね、500ポイントだけでいいんですよね。めっちゃ得やと思いますよ。で、内訳のところ見てもらっていたいんですけども、内訳、特っていうのが特急料金のことで1090円、これ普通車の値段と一緒ですね。2チケットレスの時この横のグーのやつがね、0円になってますよね。これでも定価で買ったら多分2000円くらいする、2000円もっとすると思うんですけど、いや、なかなかすごいよね。めっちゃ安いです。まあ、ウェスターポイントなんで実質で1590円ですけども、まあ、ポイントはね、まあまあもう必然的についてくるもんなんで、使ったらね、なのでまあまあ実質1090円で京都から敦賀グリーン車に、ね、乗ることができるというような感じで、めっちゃ得ですよね。このスーパーハクトでも一応適用することができます。これ今回グリーン車にしてるんですけど、一定ポイント貯まったらね、普通車でもねポイント使うことができるので非常におすすめです。では やっていきます。よろしくお願いします。やってきました、特急サンダーバード13号金沢駅。あんま停車駅を把握してないんだけども、多分次は敦賀、その次竹久鯖江、これ通過するんじゃなかったかな。683系4000番台、非常にかっこいい車両です。車内に入りました。グリーン車はね、2プラス1の座席配置、かなり豪華ですよね。これコンセントとかもリニューアル時に付けられました。1分ほど遅れて京都駅を出発。次は敦賀に泊まります。すごいね、キャリーケースとか北陸への需要がすごいということが分かるよ。北陸ロマンの一部だけ流れました。じゃあ山科駅を通過しました。ちょっと進行方向の右側取れればよかったんですけど、残念ながら右側は埋まってたので二人掛けを取ることにしました。まあ、今回一人で乗ってるわけじゃないんで、同行者いるので、ね、そんなベラベラ取ることはできないんですが、山科から東海道線と分かれてね、法政線と入っていきます。まあ、残念ながら二人掛けっていうのは琵琶湖側の座席じゃないんですよね。こっちが山川といったような形になります。山の景色もなかなか美しいよ。いつも小銭乗るときね、こっち側座らないので、たまにはいいかもね。
サンダーバードのグリーン車とか女性専用席っていうのは、このブランケットのサービスもあるので非常におすすめです。でサンダーバードはね、車内に自動販売機、車内販売の営業はありません。2年前ぐらいまでは、ね、車内に自動販売機あったんですけど、今なくなったんですよね。なのでちょっと朝飯食うの忘れてたんで、でも今10時半になろうとしてるんでね、まあ、ブランチ感覚でちょっと京都駅で買ったねパン食おうと思います。はい、あの駅弁屋のね横にあったパン屋なんですけど、ウエスターポイントとかもたまってね結構いいと思うので、ちょっと食べてみようと思います。動画越しで伝わるかわからないんだけども、あそこに虹が出てますね。久しぶりに見たな虹。綺麗ね。サンダーバード鬼のように速いので、もう虹のね場所がだんだんと遠くなっていきます。もう分からなくなったね。消えたんかな。あ、ある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 。あっちだ、あっちまた場所変わってました。非常に綺麗でございました。結構ねパン今食ってるんだけども非常に美味しいですよ。おすすめです。これショコラのね、パンオショコラみたいな名前やったはずです。列車はまもなく大見松駅を通過します。この大見松泊まるねサンダーバードとか一部設定されてるんですよね。ちょっと雨が降ってるみたいで、あんま天気は良くないんですが、ちょうどいい感じの天気を、ちょうど新快速の敦賀行きを追い抜きましたね。一応ここはまだ滋賀県、あと4つ先の近江塩津という駅が最後の滋賀県最北端なんですよね。その次の新行きだ敦賀って順に続いていくんですが、その新行きだねから福井県、新行きだ敦賀、新行きだ方面からはね北陸になってるということで、まぁ、ちょっと日本語おかしくなったけど、サンダーバード683系の4000番台にはね、このグリーン車の前にこういうデッキが設けられてるんですよね。これ結構ありがたいよね。あの0番台、100番台、1000番台っていうのかな、あのグリーン車だとこのグリーン車の前にデッキスペースはないので、ちょっとあれなんですけども、やっぱりこのデッキスペースある方がなんかゴージャス感がグリーン車専用のね特有感があってめちゃくちゃいいです。塗装とか見てもらったら分かる通り結構茶色ですよね。なんかコーヒーみたいな、コーヒーの豆みたいな色してます。だから普通車だったらこれあの木目調ではないけど、まあそんな感じに近い色なんですよね。なんでグリーン車は結構ゴージャス感が出て、サンダーバードの運転は結構好きです。ちょっと前まではね283系しか勝たんって状態でしたけど、最近はこの683系サンダーバードのグリーン車も、ね、非常にハマってます。なんかすごい北陸らしい景色ですよね。全然まだ関西、滋賀県なんですが、都政線は関西と北陸の短絡路線になっているので、山科大見所使うのね所要時間っていうのが非常に短いんですよね。なんかどうやろう、30分かかるかかからないかぐらいよね、サンダーバードで。たまにね、この湖西線が風、強風に弱いので、ま、サンダーバード、前原周りになるときあるんだけども、あれやったらね、倍以上かかると思うので、いかに湖西線が短絡路線かっていうのが分かりますよね。撮影日、1月13日なんですが、この4便跡かな、5便跡かな、サンダーバードの21号からかな。どうやら前原迂回になるみたいで、まあ、こんな感じでね高頻度でこの強風が吹くんで湖西線というのは運転見合わせるんですよね。なので前原迂回になることも結構たびたびあります。多い時は週に3回ぐらいありますよ。だからね北陸本線が合流してきました。あちらの北陸本線は前原から、湖西線はこの大見塩津で終わり、何を言いたいかというとこのサンダーバードは大見塩津から終点の金沢まで、終点の金沢まで北陸本線を走行。まあ、今ちょっとね、能登の方で地震があったんで、あのサンダーバード17号20号和倉温泉発着っていうのを今運転見合わせてるんだけども、和倉温泉発着のサンダーバードというのは大見塩津から金沢まで北陸本線、金沢から津幡間は元北陸本線の第3セクター IR 石川鉄道線を走行、そこから終点の和倉温泉までは七尾線を走るといったような形になります。まあ、一部ね、能登鉄道と、ね、相互直通みたいなのをやってるんだけどね、はい、滋賀県最北端の大見塩津駅を通過しました。次は新引田、あとねこの辺ちょっとループややこしいことに、ね、ループ線になってるんですよね。上り線
やったかな、どっちかがループ線走って片方がまっすぐ走るんですよ。多分ね、今乗ってる金沢方面がほぼまっすぐ走ってね、京都方面が結構ぐるぐるするんやったと思ってます。ちょっとこの辺ね、厄介すぎてあんま覚えれてないんですけどね、今後覚えていきたいなというふうに思ってます。今はね、小浜線はお乗り換えです。小浜線だけなんだけども、北陸新幹線が敦賀まで延伸してくると、ここでね、北陸新幹線金沢、長野、東京方面のね、放送も聞けるとなるとちょっと楽しみではあるよね。あ、そう、出てるんじゃないか。あ、ほら出てるわ。首都圏から福井県に直行するほか、北陸内も快適スピーディーにって書いてあるけども、関西地区から福井県に関してはね、非常に面倒くさくなるんですよね。あの敦賀だったら今のままなんですけど、今城南城とかね、あの普通列車が止まらない駅もそうなんですけど、福井駅にだってね、本当にデメリットしかないんですよ。3分短縮なるだけでね、2000円ぐらい料金上がるし、乗り換えも1回必要になるし、本当にね、福井まで移動する人に関してはちょっと面倒くさいなと思う人、人ってかほとんどだと思うんですよね。まあ、せめてサンダーバード、白鷺とかね、北陸本線、福井まで残しておいてほしいなと思ってます。もう無理なんですけどね。北陸新幹線で敦賀延伸じゃなくて、福井延伸の後に大阪開業してほしかったなんて毎回のように言ってると思うんだけど、本当にその通りなんですよね。はい、このサンダーバード13号、サバイには止まらないみたいですね。ちょっと福井県に入った途端にね、ちょっと天気、雲が真っ白になってるんですけど、大丈夫ですかね。列車が止まらないようになったらいいんですけど。敦賀に到着です。あちらの奥の上のやつがね、北陸新幹線の線路で、真下がね、ちょっと在来線特急の線路なんですよね。まあ私です、これです、これ、これが在来線特急の線路になると。で、北陸新幹線と在来線特急白鷺サンダーバードがちょっと真下でね、乗り換えれるようになるんですよね。なので乗り換え時間は10分とかだったと思います。いや、今後の敦賀駅も楽しみではあるんですが、サンダーバード、白鷺、あとおやすみエクスプレスダイナスターとかね、金沢に行かなくなる廃止っていうのは非常に悲しいですよね。鉄オタみんなが思ってるんじゃないでしょうか。みんなっていうかね、半分ぐらいの人が思ってるんじゃないかな。まあ、正直に北陸新幹線が悪いんじゃなくて、あの北陸本線を残してほしいっていうだけなんですよね。経営分離だけを避けていただければあれだったんですけど、あくまでも個人的な意見なんでね。敦賀でも聞けるこの音を聞くと、ようやく北陸に来たなって感じがしていますよね。敦賀に到着、非常にかっこいいですよね、こちらの車両も。で、ちょうど福井方面から普通列車がやってきました。あれ今 JR カラーのね、521系って言われてる車両なんですけど、あ、521系は変わらないんですけどね、あのカラーがね、ちょっとピンク色の車両に変わります。IR 石川鉄道ともね、総合直通も始まるみたいで、あ、ちなみにハッピーライン福井ってやつになるんですけど、もしかしたら IR の車両がね、この敦賀駅で見れるかもってか言ったらね、ちょっとワクワクしますよね。はい、まずね、サンダーバードとかがね、この地上ホームに来ること自体がね、ちょっとレアになるので、しっかりね、取っとかないといけません。まあもうね、去年2023年だけで20回、30回、40回ぐらい敦賀に来てるんであれなんですけど、いっぱい写真入ってるんで、写真ロールもね、カメラロール消していかないと容量が非常にやばいです。非常に雨が降ってて、ここちょっといるの気持ちいいんですけど、濡れるんですよね。それは問題です。まあ、撮るときぐらいね、ここに出てきて撮りたいと思ってるんで。多分ね、小浜線と接続撮ってるみたいなんで、それ結構利点ですよね。便利を。2時間に1本とかしかないんで。お、今日は増結されてないみたいですね。まあ、この先ね、能登半島地震で被災を受けたところに走っていくので、まあ、頑張って気をつけて行ってくださいって感じですよね。敦賀も津波って来たのかな？多分来てるよね、多分。敦賀湾とか多分ニュースになってたんで。いやー、
非常に元旦からすごいことが起きたなと個人的に思ってるんですよね。逆に翌日もね、羽田空港であったじゃないですか、航空機が海上保安庁の機材とぶつかって、あれも一応ね、なんかこの能登半島地震に関連してるみたいなんで、あれなんですけど、まあ亡くなった方々ご冥福をお祈りするとってな感じで、この動画をここで終わりにしようと思います。なんかレトロ感のあるこの敦賀駅も結構ね、結構進化してってるんでね、はい、昔の敦賀駅がなくなってってるなって感じがします。あれ上北陸新幹線の線路なんですけど、北陸新幹線のね、放送、お姉さんの放送時前に流れてたんで、いやもう試験してるんだなっていう感じでいいですよね。もう逆に北陸新幹線の敦賀駅の敦賀の車庫にね、もう普通に車両止まってるので、はい、もう見ることもできます。ではこの動画ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。